契約ウェイト 56.5 キロで行われます。日本ランカー辰吉樹域8回戦です。画面右、赤のボクシンググローブ、白のトランクスが辰吉樹域です。日本スーパーバンタム級21位です。そして青のボクシンググローブ、青のトランクス、シルバーのベルトライン、東京の名門渡辺ジムの松浦大地です。30歳です。樹域はここまで10戦10勝です。 7KO です。まだ負けはありません。一方の松浦は11戦6勝 2KO 3敗2つの引き分けという戦績です。さあ、ムグルマさん、はい、今日の一戦どんなところ期待されますか。やっぱり最近ランキング入ってですね、やっぱり目つきも変わってきてるんでですね、はい、早くまあもうタイトル挑戦できる、はい、ランキングに上がりたいような感じなんで、いい試合すると思いますよ今日は。そうですね、はい、日本タイトルに挑戦ということになりますとランキング12位以内に入らないといけません。現在10位は21位です。まあ、ですからムグルマさん、はい、目の前の試合きっちり勝ってどんどんランキングを上げていきたいところですよね。はいはい、もう1位も12位も一緒なんで、はい、もう挑戦できる立場になってきたらですね、もうがっちりいくような形でね挑戦してほしいですけどね、はい、そのために必要な今日の勝ち方内容はどんなところになりますか。タバリーだー、いきなり第1ラウンド父丈一郎さん譲りのボディーでダウンを奪いました。さあいけるか、水村さん、ここ一気に行きたいですね、はい、やっぱりもう一回ボディ行くと思いますね。そうですね、はい、左さあじっと相手を見ています。樹域画面背中、左右ワンツーが来ました。練習では左のパンチの使い方、さらにはフットワーク、あ、これもダウンを取ってレフリーがダウンを取りました。これで2つ目のダウンになりました。まだ第1ラウンド残り1分を残しています。右樹域、そして細かいパンチだ、タオルが入った、父譲り右手を回しました。辰吉樹域キャリアの中で初めての1ラウンドノックアウト勝利ということになりました。